まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。今週はご覧の話題をお送りします。はじめに8月6日由比の森荒川で行われた子どものアートワークショップ紙コップタワーを作ろうの模様をお伝えします。子どもたちに創作する楽しさを感じてもらおうと開催されている子どものアートワークショップ、この日は紙コップという身近な素材を使って作品作りに取り組みました。午前と午後の2回に分けて行われ、午前の部には2歳から4歳までの子どもとその保護者12組が参加しました。講師を務めたのは東京芸術大学卒業生を中心としたグループアプリウスの代表柳原さんです。子どもたちは用意された6000個の紙コップを横に並べたり積み上げたりと自由な発想でタワーを作りました。さらに高く積み上げたり周りの人と協力してつなげたりすると大きな一つの作品が出来上がりました。最後に自分で絵を描いた紙コップを飾ってライトアップ、みんなで作品の完成を祝いました。楽しいです。それぞれの個性が表せるような作品ができてすごい良かったと思います。午後の部では5歳から小学4年生の子どもたちを対象に作品作りが行われました。続いてはこちらの話題です。8月7日荒川ふるさと文化館で夏休み子ども博物館勾玉作りにチャレンジが開かれました。日暮里延命院貝塚や道灌山遺跡など縄文時代の遺跡がある荒川区、そんな歴史や文化を見て聞いて体験できる荒川ふるさと文化館の夏休み子ども博物館では、この日縄文時代の人々の暮らしを体験してもらおうと勾玉作りが行われました。縄文時代の代表的な装身具である勾玉は古くから魔除けの意味があると言われています。講師は縄文土器などの制作をしている八代龍門さん。参加者に滑石という柔らかい石を使った勾玉作りを指導しました。鉄や金属がなかった縄文時代、石に穴を開ける高い技術が必要でした。今回は竹の切と砂を使って石に穴を開けていきます。穴が開いたらサンドペーパーを使って勾玉の形を整えます。ある程度形ができたら水の中で石が滑らかになるまで削っていきます。最後は乾いた布で磨いて完成。大きさの違ういくつかの勾玉を作り、自分だけの勾玉ネックレスを完成させました。講座は親子でも参加でき、大人も一緒になって勾玉作りを楽しんでいました。続いてはこちらの話題です。8月7日、ムーブ町屋でオルケスタ・デラ・アラカワラテンライブが行われました。オルケスタ・デラ・アラカワはラテンジャズの曲を中心に演奏するビッグバンドを目指して2019年に発足し、サックスプレイヤーの杉本正則さんの指導と ACC 公益財団法人荒川区芸術文化振興財団の支援を受け活動を行っています。
この定期演奏会は2部構成で開催され、一部には杉本正則さんのリーダーバンド正則杉本クインテットが登場しました。第2部ではオルケスタ・デラ・アラカワのメンバーによる演奏が行われました。今年はラテン・スウィングに加えアニメソングなども披露されました。この模様は荒川情報スクエアで放送する予定です。今回初めてオルケスタ・デラ・アラカワのライブを見たという観客も多かったようですが、会場は熱気にあふれ、たくさんの拍手が鳴り響いていました。続いてはこちらの話題です。8月9日、荒川老人福祉センターで初めての絵手紙教室が開かれました。この教室は区内に住む60歳以上の方々に絵手紙の魅力を伝え、新しい趣味を始めるきっかけにしてもらおうと開かれたものです。絵手紙は四季を楽しみながら絵と短い言葉で相手に気持ちを伝えることができます。教室では講師の菅野雅子さんが初心者でも分かりやすい絵やメッセージの書き方を丁寧に教えました。私は絵が下手で絶対描きたくないわとかって思ってる方にも絵手紙を通して自分の個性が出せればいいんだっていう感じで、上手に描くんじゃなくって相手に伝わるように心を届けるように今日指導しました。参加者は味わい深い線と鮮やかな色付けでモチーフを描き、心のこもった絵手紙を作成しました。焼酎2枚年賀状にいただくんですけれど、私もやってみたいと思いまして、今日こういう機会をいただいて楽しかったです。参加した皆さんの絵手紙は来月開催される荒川老人福祉センターの作品展で披露されます。今週はご覧の話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。